浩二や正木幸也、弟子を取ってしまう。日ハム有料コンテンツの反響がすごい。山崎幸也のこだわり美容術、今回は奈良間大地選手をゲストに招いて、バックの使い方を伝授しました。待って、この二人は嬉しすぎる、可愛すぎるんだけど。ミルに入っていて本当に良かったと思う瞬間、幸也さんの美容関連動画がアップされた時。幸也さんが、バックするところが見れてほんと助かる。お二人が可愛すぎて、みんなに見てほしいです。契約してなくてごめんやけど、このサムネだけでもう笑わせてもらった。やだ、もうこれ登録しなよって言われてるようなもんじゃん。タイムラインに急にこの画像が現れて盛大に吹いた。可愛いがすぎる、これ見るに入るべき。外出中に吹き出しちゃったよ、やめてよ。奈良間がクラウスの実みたいになってる。顔全体でホットミルク飲んだ人みたいになってる。何やってんの？サムネこれ、サッチー的に了承してるのかな？よくサチヤがこの画像うと了承したな。パックしてても可愛いサチヤとじわる奈良間の表情。奈良間くんがパックしてるってだけでめちゃくちゃ面白い。またこの動画めっちゃ笑えます。サチヤってド SOG。大谷のことそっちのけで面白動画上げてくれる北海道日本ハムファイターズちゃん好き好き。元所属選手がメジャーリーグで偉業を達成したという中、こだわりの美容術動画を公開する日ハム球団控えめに言うて大好き。奈良間クソ笑った、何やってんの、サチヤさんは何でも似合うな。終始奈良間を構えたがるサチヤが可愛かった。この前のタミヤ水谷の葉っていうゲームとかこういう企画がたくさんみたいですね。美容に目覚めた小学生の姉ちゃんの真似してる幼稚園児の弟。いたずら小僧サチヤが垣間見れて最高、早く続きみたい。サチヤかっこいいわ、奈良間のこといじってて面白かった。サチヤさんのお肌はマジで綺麗で嫉妬しちゃうレベル。サチヤさん、いつも、お肌綺麗で、どんなお手入れしてるかだいぶ気になってました。わらにゃらまさんも輝くお肌を手に入れる？肌年齢27歳で嬉しそうなサチヤ。肌年齢マイナス5歳、何してるの人たち。奈良間大気愛用、美容男子、山崎幸也監修ファイターズフェイスマスクルルルンあたりとコラボで発売してくれないですかね。真面目に売れると思う。にゃらま面白い、幸也が下唇までしっかり保湿しているところ見ると確かに美容クロート。これは見たい、やっぱり課金しなければ。さあ、ファンとしてはたまらない、野球とは関係ない選手のことが知れる日ハム有料コンテンツですが、ファイターズらしい人気の企画盛りだくさんではないでしょうか？ぜひぜひ、皆様の考えも教えてくださいね。ご視聴どうもありがとうございました。